やっほーよだよということで、今までこのね丸い机を使っていて、でも全然気に入ってはいるんだけど飽きました。なので四角いね机を買いましたので組み立てていきたいと思います。最近もうさ米のパックで怪我したりね、本当に気をつけよう。こんな感じのテーブルです。 Amazon で買いました。1000円くらいだったかな、なんか最近よく売れてますみたいな感じのやつだった。めっちゃあるんだけどね、ジやばそう。これが天板ですね、多分。綺麗、ありがてー。そうそう、あのねこの白い丸いテーブルちょっとハゲてきちゃったんだよね。こんな感じでハゲてきちゃってさ、こことかもこことかこっちとかも悲しい限りです。でもまだ一応気に入ってはいるので、あの捨てるつもりはなくって押し入れとかに入れて、半年ちょっとくらいで飽きてるので、多分また半年くらいしたらこっちの四角い方も飽きるんじゃないかなとかって勝手に思ってて、わかんないんですけど、だからこの四角い方ね飽きてまた丸いのに戻したいなって思った時用に一応取っておきたいと思ってます。お、すごい、初めて見た、片方六角片方プラスドライバー、へえ、すごっ。回らないんですけど。やりやすい。ありがたい。あ、暑い。ちょっとしかまだ作業してないのにめっちゃ暑い。こういうこと？だからこのベンチみたいなのが書いてあるってこと？説明書きのところに使えて。あーね。やってしめろってことね。おお、ぴったり、ぴったりじゃない。きっちりしまった。きっちりでもないか。しっかりしまった。この3の工程すっ飛ばしてた。あぶねえ。そうだよね。だって今こいつとこいつつながってないもんね。収まる扇風機登場。暑すぎる。またこのちょっとずつしか回せない。プラスドライバーがいいんだけど。っていうかプラスドライバーついてたよね。あれどこで使うの？文句しか言ってない気がする、さっきから。暑いとダメだね。文句ばっかり言っちゃうわ。気をつけよう。全部暑さのせいにしちゃった。痛い。よいしょ。お、結構縦長。これかな？取って。あった！プラスドライバー使うところ、ここにあった。おー、ぴったり。雰囲気としてはこんな感じですね。あー、とてもいいのではないでしょうか。カーテン買ってきた。もうすぐ横が窓なので、さすがにレースカーテンだけじゃ暑いかなと思って、太陽とかがね差し込んできたらやばそうだから。ちょっと無印でトレイをいくつか買ってきました。ここに入れようと思って、ここにあの文房具とかをね入れようかなと思って、ここら辺ね仕切りが1個ついてるけど、まあペン入れるのでこれには使わない。
すがにシンデレラフィットまではいかんかったけど、でもいい感じに入った。なんかこの大きさがね、縦が20センチで、この幅が23センチだから、まあちょい余るくらいかなと思って、まあそれくらいならいいかなと思ってこれにしたんですけど、割といいな。これは文具類買った。で、ここはね、仕切りを入れて、メモ帳をここに入れたらいいんじゃないかと思って、一番大きいのは薬を入れようと思って買いました。こんな感じ。こっちは花粉症の薬とピル。おー、なんか綺麗にまとまった感ある。消しゴムと分けるように仕切り使った。めっちゃいい感じになった。ダイソーで買ったケーブルクリップ、下が見てられないほどぐちゃぐちゃなんだが、短い電源タップをうちの中で発見したので、こっちに変えてみる。幾分かマシになったのでは。サンリオでこのフォトホルダーっていうのを買ってみました。縦にも横にも置けるらしい。スタンドもついてる。 L 版以下のサイズに対応しているそうです。リコリコでも入れとこうかな。この前1周年、放送、アニメ放送開始から1周年だったのかな、だったそうで、めでたい。なんかいろんな色があったんだけど、もう推しがたくさんいるから、黒がなら色選ばないかなと思って黒にしました。取るか。あ、そう、これ取れるようになってんだよね、ここもね。すごいいい、ありがたい。この前買ったガチャガチャのプリン君とキティちゃんを並べるだろう。かわいい。あとスリコでコップとお皿を買ってきました。黙々コップみたいな名前のやつ、めっちゃかわいいのよ。これにメガネでも入れようかなって。あー、おしゃれー。こんな感じの、なんかなんだろう、プリンとかゼリーとか乗ってそうな皿。え、これ撮りたいんだけど。スリコだけどね、500円しました。そういえばこのアーニャちゃんもね、アーニャとボンドを置きたいなと思って、これにめっちゃ可愛いだろうなと思って。やっぱり下のこれ気になるな。頑張って撮る。ということで、机が完成しまして、いろいろ設置も、まあ、ちょっとあのスリコのね、グラスだけまだシール取ろうかなと思って、今水につけてる最中なのでないんですけど、こんな感じでレイアウトもできました。多分あの画角とかもね、次の動画から変わっていくと思うので、まあだから別にどうってことはないか変わっていくと思うので、よろしくお願いします。ということで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので、よければフォローしてください。ではまた次の動画でーす。